キノコって王様を人間がやる仕事だと思ってない説あるよね。好き好んで王なんてやるのは暴君だろ。王なんてクソっすよって兄貴が。まともな人間に務まる役職ではないとは思う。知人が王どころか社長業でヒーヒー言ってるのを見てるからな。ああ、あれは本当に、ない、と思った。誰のせいだ。史実でも後期帝とかちょっとマシーンか、ってくらい人間味感じないし、民の皇族に言いがかりで皆殺しにしたのがむしろ人間のような判断ミス感ある。帝政公救済で後期帝と衝突するから無理って結論になるの笑う。中国の名君的な王様を片付き解釈したら人間味を感じない奴になるのはわかる。王様の仕事を楽しめるのはイスカンダルみたいなタイプだからな。年取ると人の上に立つ社長とか王に夢を見られなくなる。だからみんな辺境でスローライフを始めるんですね。アポニモーさんの回想で出てくるアルトリアなんか好き。時々出てくる王としてのアルトリアというかアーサー王を見ると興奮してしまう。人の心がないとまで言われた王様が料理のうまい一般人チマルポに負けるどころか女の子に手満されてヒーヒー言ってるのいいよね。いい王様は政治ロボットになるやつも結構いるからな。あんなクソみたいな土地のブラック組織で王やれるやつが人間のわけねえだろと言われたらそう。ソロモンもそんな感じ。クソリッチな上に身内がクソみたいな理由で裏切るクソみたいな職場。鉄人王好きそうだしな。レオとかキリシタリア見てるとエンジョイ&エキサイティングできるような人格じゃないと片付き世界の王様とか無理だ。自分が死んだ後のことなんか知るかってとこも欲しい。最強の者が国を告げギルやお自慢ってあれでも本人なりにクソ真面目っぽいところあるよな。ギルも真面目に王様やってる時はうっかり過労死するからな。王の仕事をきっちりやりきったのはベオールフかな。特に問題なく老齢まで王様やって最後は国を襲うドラゴンと相打ち。人間味のある君主って有能でも大抵なんかやらかすイメージがある。異文体の自分にあーはなりたくない言われてた人。本人だって顛末知ったらなりたくねえと思うよ。ランスロットは猛省しろ。現代の官僚見てても民衆をコントロールするのって人間のすることではねえなと思う。建国したタイプと後を継いだタイプは分けて考えるべきだと思う。国の統治範囲による中国みたいな大陸統治は人間のやれる限界超えてる。小国ならまあギリギリ。この狭い島国ですら民の権利をいろいろ認めちゃったせいでこれだしな。領主クラスですらめんどくささの極みみたいなことちょくちょく起きるからな。もしかして統治って人間がやり続けるにはきついんじゃないか。やっぱりチンがやろうか。これなら永遠に存続できる。ランスロットも王自身に忠誠を誓うタイプだからこいつを御せる人間じゃないと成り立たない。史実での立派な王は人間の仕事に感じないからキノコの論調も少しわかる。やはり AI による統治か。世界史上最大版図を誇ったハーンとかもう人間じゃないわ。これってシステム化してるからな。大国の王は人間に必要な何かを捨てる必要があるって言われても納得する。その日運命に出会った。嫌でござる。これが世界有数のキングメーカーの由来か。人間じゃなくなるよって言ってくれるだけ元ネタよりマシですね。優しい王様になって平和な国にしたいですね。マーリン金色のアルトリア。ラスボスも終末装置でしたね。ファウード編でモルガンと和解か。やらしい王様。我が王って結構エッチよね。マーリンの英雄作成にはお世話になってるマスター多いよね。使い勝手良いし効果量も効果範囲もかなり素晴らしいしもう最高じゃないか。ゴーはいいぞ。得点冊子再販して。マーリン、フォー君そっち行ったよ。やはり妖精国ではキャストリアが一番エッチいと思うのです。時点でトネリコとトリコ。キャストリアは我が王系列にはない癒しみ顔という必殺顔があるからね。まだアバロン形態だと出してないけど表情集には載ってるとか、公式で出してきたら破壊力がやばいぜ。マーリン、大人になれない僕らのの強がりを一つ聞いてくれ。逃げも隠れもしないから、恨まれることなんて、して、ない。世界のキングメーカーってマーリン以外いる？ランプの魔人ぐらいしか思いつかない。はい。これだけいるなら何時は王するサバ実装も夢じゃないな。がはは。つまりこういうことですか。株式会社キングメーカー、工場長マーリン。そっから永年の公開が始まるんだよな、マーリン。
キノコの書いている王様基本的にあまり部下に判断をさせてないようで、ワンマンの小さな会社に近い、本来王様とか支配者ってもっと部下をがっつり使う、部下の折衝をめっちゃするものだと思う。いや、バビロニアとかは判断はさせただろう？その上で王様と共に脅威に立ち向かった、カーン王国だってオルトにみんなで立ち向かった上で、これは厳しいとかマソッソに全て託してこれをなんとか封印した、協力するのは前提でその上でどうしようもない時の責任の一切を背負うのが王様って考えなんだと思うな。カマソッソに関してはわからなくもないけど、現場判断以上のことはバビロニアでそんなにしてないと思う。王様って複数の有識者や専門家、実務担当者を並べて、本来いろんな政策を上げさせたりして、吟味して最終判断を下すものだと思うんだけど、ギルは有識者のところを自分でやってると思う。FGO で書かれたバビロニアは緊急事態なので王が直接報告聞いて細部まで指示出ししてたよね。さすがの英雄王も荒れ続けてると過労死するってことは普通の人間の王様は無理。ダークシリーズの王様たちも悲惨なもんだよ。調教員、君主が簡単な仕事なわけねえだろ。早合点で決裁ミスってふてくされ仕事放棄中。優秀、わかる。皇帝になるつもりはなかったのに部下からの度重なる要請に折れて即位した。アストルフォも、王様が本気で世界を平和にしたいと願うようになってから人であることをやめた、って言ってたな。つまり超ロボット生命体の俺様がニューリーダーだ。こんな奴でもいないと困るくらいゴロツキの王の衆な組織ではある。オリュンポス異文体の政治体制って、そう考えるとある種の理想形ではあるんだよな。完成されすぎてたのと、ゼウスの寿命が真っ赤なのにゼウスに依存しすぎたから選定されたが、異文ゼウスが他人を信用できなくなったから寿命が真っ赤になってしまったのもある。他の十二神は人間にある程度任せようとしてたのにゼウスが拒否してああなったし。信用というか異文体ゼウスは自分一人で全部やっちゃう神だったからじゃないかね。分岐である、白き滅びって他の十二神の承諾なく勝手に合体したのが異文体ゼウスなんで信用を失ったのはゼウスの方が先になる。理想的な指導者ってつまり権力欲や我習を一切持たず、それでいて誰よりも権力や欲をコントロールすることに長けた存在でしょ？そんな人物はまず上にはいけないというか成長過程で社会から排斥されるわ。結局、まともな人間では理想の王の仕事をやるのは無理って話だよね。完璧な政治をやるなら人間辞めるしかない。基本的には社会で成り上がってなる存在じゃないからね。おう、昨今は民主主義が台頭してきてるからあれだけど、基本的には世襲で子供の頃から王になるための教育されて王になるわけでな。今だって岸田総理ちゃんとやってんのに言いがかりに等しいイチャモンつけてる連中だらけだし、あんなもん見てたらそりゃ偉くなんてなりたくはないな。いや、ちゃんとやってるかはさすがに全面肯定はできないな。じゃあ、代わりにやれと言われたらそれ以前の総理も全部ゴミで自分は無理ってなるから田中角栄くらいの不正は仕方ないのかもって両親の意見見てるとなる。ロッキード事件は過去を残したなぁ。あれで、日本は不正をつけば総理だろうとあっさり引きずり下ろせる社会であるということを諸外国に知らしめてしまったからね。他の国ならもっと粘っただろう。あの事件は雨の意向を無視した外交を行えば潰す、という印象が強いかな。お金の話で政治家を判断するのは危険だと思う。誰も全肯定しろなんて言ってないんだよな。今の全否定を止めて正しく評価しろってこと。いやー言いがかりつけている連中が多数いるのは事実だが、総理がちゃんとやれているかっていうとそこはノーかな。でもぶっちゃけ言いがかりつけてる連中がトップになっても全てきれいに払拭できるかというとそうでもないからめんどくさい。少なくとも皇帝駅でやらかした民主党は全く信用してないな。うちの家族は、そもそも統治者を、ちゃんとやれた人間、言うほど民主主義で出てきたことあるのか？民主主義は極端にダメな人間が統治者だった時にすげ替えるシステムであって、真に優秀な統治者を選出するシステムじゃないからな。優秀な政治家と言われる孔明なんて、3個の例で政治をするようになったからな。やってないことをやったことにされ、やったことをやってないことにされてるわけだし、普通の人間ならすぐ潰れるだろうなと。まあ、これがアピール下手なのか、書き消されてるのかはわからんけど、書き消そうとしてる奴らがいるのはわかる。
全肯定できないのはそうだけど、どんな政治家でも同じだが、無能だから叩くんじゃなくて叩きたいから無能ってことにしたい人はいるよな。本質的に、人間は無能だからって攻撃することはなくて、気に入らないものを攻撃したいからその価値をなしってことにする生き物だからな。総理は王じゃない東アジアで王名乗るのは大陸王朝の作法体制に入ってた国だけ、日本の場合征夷大将軍が立場的に近い。この狭い島国ですら民の権利をいろいろ認めちゃったせいでこれだしな。馬鹿を発見いたしました。民主主義舐めてんのか。こんなところで政治談義始める馬鹿どもには負けるよ。その通りだが、そのコメントもとも、政治談義始めちゃった馬鹿どもそのものではないのか。王でもない現実の総理を話題に引っ張り出すのは NG。 人の上に立つ仕事はまともなメンタルだったらやっていけないのは、それはそう。王といえば聖杯問答だけど、話してる三者とも人間として見られるかというとちょっと。世代的に銀エイデンの死なないラインハルトジャロが？理想は、めちゃめちゃ外見かぶってたスクリプターおったやろ。なんでみんな知らんのや。この前リメイクあったのに、キノコの好きそうな主人公はやんだけど理想の統治者はラインハルトなんだろ。本でもそう書かれとるわ。つまり禁止類は王にぴったり。人ですら民に制限を敷いてたからな。知性ある者同士が仲良くはできないんだ。スマホなんて普及したら統治できんだろと沈黙を持ってるからな。皆さんは、キノコって王様を人間がやる仕事だと思ってない説あるよね、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。